アンドリュー・メルビル・アンドリュー・メルビルは、スコットランドの神学者、宗教改革者である。メルビルは、アンガス・モントローズのグラマースクールで、ラテン語の処方を学んだ。彼は、大学でアリストテレスのギリシア語テキストを読み、教授を驚かせるほど語学に習熟していた。大学の過程を終えたメルビルは、最も優れた、詩人、哲学者、ギリシア学者と評判になった。 1564年19歳でフランスのパリ大学に留学した。3年後に政治的紛争によってフランスを去ることを余儀なくされジュネーブに向かった。そこで彼は歓迎された。彼のジュネーブ滞在中の1572年、ローマカトリックによるサンバルテルミーの大虐殺が起こり、当時の最も著名なフランス人学者を含む多くのプロテスタントがジュネーブに 逃れてきた。メルヴィルは彼らから多くの学びを受けた。スコットランドに帰国した彼は1580年にセントアンドルーズ大学の学長になった。彼は進学、ヘブライ語、古代シリア語、ラビの言語の科目を担当した。メルヴィルはギリシア文学の研究を進め、ローマカトリックで権威があったアリストテレスに語彙があることを教えた。 1582年に長老派教会の大会の議長を務め、カトリック的な監督性をスコットランド教会に押し付けようとする試みに立ち向かい、教会に長老性を確立するための働きに携わった。そのため、1584年2月に反逆罪に問われ、イングランドに逃れた。1585年11月にスコットランドに戻り、 彼は政府によるすべての干渉から、スコットランド教会の自由を防衛した。彼は、ジェームズ王を、神の愚かなしもべと呼び、彼に対して、スコットランドに二人の王と二つの王国が存在する。国家の頭である、ジェームズ王と、教会の頭である、イエス・キリストである。キリストイエスの王国においては、ジェームズ王といえども、王でも、貴族でも頭でもなく、一人のメンバーに過ぎないといった。 ありがとうございます。